はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンクエスト1、続きをやっていきたいと思います。とりあえず次のレベルになるためには1408で、レベルはですね、12になって、魔法の鎧を買いました。で、魔法の鎧と、鋼の鎧だっけ、別に防御力変わんないんだね。で、ただ魔法の鎧を装備してると、呪文とかのダメージが減ったり、あと歩くたびにヒットポイントが回復するような感じになるのかな。あと戦士の指輪みたいなのがあったじゃないですか。あれは本当に何の役にも立たないんで、特に力が上がるとかそういう効果は全くないんで売りました。15円とかだったかな。で、どうしようかな。そのまままたガライの墓に再チャレンジするんだけど、聖水をね持ってった方が、ここら辺のね雑魚モンスターがめんどくさいんで、聖水を買おうかなとも思ったんだけれども、まあもうここまで来たんで、そのまま突き進んでいきましょう。わりかしね、やっぱり敵のね出現率が高いんですよね。ちょっと歩くたびに敵が出る。まあマップ自体もねそんなに広くはないんで、もうこの世界はモンスターの死骸だらけになってるな。モンスターどれだけいるんだよっていうところですけど、じゃあ着きましたので、薬草をちょっと多めに持っていきますか。6個くらいまで持てるんだっけ。回復はちょっと薬草でいきましょう。マジックパワーの節約で、で薬草持てないと。松明も持っていきましょう。さて、毎回この鍵を消費しないといけないっていうね。鍵いっぱいあったっけ。まだあるね。これも開けてみようか。おや、入り口の鍵を開けてしまったのか。仕方ないね。ほら、この鍵を持っておいて。マジか。本当に意味がないな。ではリベンジしていきましょう。松明いっぱいあったわ。あれどっちから行くんだっけ。こっちの方だったよね。で、下の方に赤い扉があると。でもこの階層のね敵は余裕なんで、どうってことないですね。で、ここも開けて、ドロルとかね、マジ雑魚だから。あれ、お金って結局でもまだ500円くらいはあんのか。そう、ゴールドマンっていうのがねリムルダールの下の方で出てくるんですけど、こいつが超金持ちなんですよね。やっぱりそういうのを倒してお金を稼がないといけないんで、ほんとこのね勇者はね最初120円しかくんないからね、常にバイトしてないといけないからね、常にお金に困る勇者だから。で、ここの階段は意味ないんで、まあ、リカットくらいも会心が出たけど楽勝ですね。もうこいつらも狩猟の騎士とかねめちゃ強いんすよね。だからまあ戦うたびにヒットポイントは前回あたりまで保っておきたいけど、来たー狩猟の騎士。実際にはね防御力自体は上がってないんで、食らうのは食らうよな。ただ会心の一撃が割と出るな。120円か、どうしよう。薬草1個使おうか。あれ、こことかってなんか回ってくる感じ。ヘルゴーストはどんなんだっけ。ラリホー、やばい、キラー。眠っている、目を覚ました。タイマン戦だからな、これ眠ると本当何もできないで死ぬ可能性がある。あれ、いけない。ちょっとあれが小さいか、枠が。ドロルメイズ、まあ、ここら辺はね色を変えて使い回すのはしょうがないですよね。容量がねどうしても小さいんで、今の
SD カードとか全然小さいですからね。北狩猟の騎士、今日は早い。2発で倒せればないんだけどな。倒せるね。まだ大丈夫か、ヒットポイント。多少は無理が効くかな。あれ、こっちじゃなくて下から回り込んでいくか。また狩猟の騎士か。あ、そうだ、歩いてればヒットポイントが回復するんだ。多少は強引に行けるのか。10歩くらいはさすがに歩けるからね。ヒットポイントはもうマックスに保てるね。1回攻撃食らうだけだったらマックスまではいかない可能性もあるのか。16って、本当敵が余裕で出た。ギラ、うおー、重ねたメーダロード。やっぱ2発で倒せないときついね、これは。薬草使いましょう。あとは歩いて回復。これはここら辺まで来たんだよね。ポイミなんて唱えてくるんだ。だって自分の攻撃とかさ、完全に無効化されちゃうよね、ホイミって。1回で20 ダメージしか与えないのにさ、30くらい回復してくるんだから、たまったもんじゃないよな。あれ、ここに階段がある。おお、気づいてない。これはラッキーだ。今回は結構ついてるね。リカントマムル、なんかこことか行きたいんだけど。1回上に上がってもう一回下に戻るみたいな。鉄のサソリ、大体さ、鉄のサソリにさ、鋼の剣を通したところでさ、完全に刃こぼれするでしょう。鉄のサソリなんてよっぽど硬いよな。あれ、これなんだ、もしや結構ループしてる。今多分左上から出てきたんだな。で、右上からここの階に降りてきて、で、右下の階段で左に出てきた。ってことは、やっぱりこういう真ん中の草みたいなところとか。うわー、なんもなさそう。やっぱりさっきのちょっと豪華な床みたいなところに行かないといけないと思うんで、魔法トーンとかは、まあ今のところはいいよね。一旦消費してくれるから。回復自体は薬草で回復できるんで。いいね、いいね、かわすね。まあここら辺の敵もこうやって見るとそんなに強くはないかな。もうこの柱とかもなんか怪しいけど、ちょっと待って、わからん、マジで。これどこに出てきたんだ、今自分がどこにいるのかいまいち分かんないな。メーダロールとか攻撃力は雑魚だね。で、ここの階段登ると、おお、なんかそれっぽいとこに出てきたよ。いいね、いいね、銀の盾ごとを見つけた。で、これが墓？ちょっと待って、墓を調べたかったけど、狩猟の騎士が現れた。狩猟の騎士はマジライバルだからな。うおー、2発で倒せない。強いわ本当に。別にこれは調べられないんだ。勝手に宝箱調べちゃうからね。リレビットとか持ってたっけ。持ってるんだよね。出よっか。完全に街の外まで出るんだな。宿屋に泊まんなくていいか。歩いてればヒットポイント回復するし。で、じゃあちょっと銀の盾ごとを、おっさんのところ、おっさんっていうかおじいさんのところに渡しに行きましょう。で、多分ね、このレベルだったら、お姫様をね、助けられると思うんですよね。ドラゴンと戦うんですけど、とりあえず怠慢でドラゴンと戦うだけだから、
なんかどうだったかなっていうのがちょっとありますけど、多分いけると思います。まあ死んだら死んだでね、しょうがないんで。今お金を貯めているわけでもないんで、まあいいでしょう。まずはこの橋を越えて、でどっちを先に行く？盾ごとを先に渡しに行きますか。やっぱりここら辺は聖水とかがあった方がいいね。もう4とか8円とかかなりしょぼいからな。でこっちか、こういう森とかもね、わりかし出現率が高いんだよね。もう魔法使いとかもね、何の経験にもなんないからね、こいつ倒しても。8ポイントの経験なんて経験に入らないよ今は。さてじいさん、なんと銀の盾ごとを手に入れたと申すか。ミックスよ、わしは長い間待っておった。そなたのような若者が現れることを。さあその宝箱を開けるがよい。雨雲の杖。まあ杖っていうけど確か別に戦闘とかでは使えないはず。このまま世界が闇に覆われていれば人々の心もすさんでしまうであろう。それだけは食い止めねばならん。行けミックスよ、雨と太陽が合わさるその場所へ。まあ、でも今すぐに雨雲の杖自体は使う必要はないので、恵みの雨の象徴戦闘とかでは何もないと思ったんですよね。一応スライムベース相手に見てみる。何も起きなかったそのままターンが終わるのか、悲しいな。でじゃあ下の沼地の洞窟のところに、姫様が囚われているのでそこへ行きましょう。鍵を開けないといけないんだけど、鍵はねまだ余裕があるから。でラダトームに帰ったら鍵を補充しますか。メイジドラキーとかもねもうただの雑魚でしょう。さてここは松明つけなくていいかな、超狭いね本当に何も見えないわ。周囲9マスしか見えないのか。しかしここはそんなに広いダンジョンではないんで、とりあえず右へ右へと行けばなんとかなると思ったんだけど、これ扉開けるでしょもう見づらいけどこれわかる？ドラゴンが上にいるのこれこれこの緑色のやつドラゴン。うおー、でも確かにかっこいいっちゃかっこいいね。うー19結構強いぞ。もう一回攻撃する？で回復だな。25から30、ちなみに薬草は20から35。え、ちょっと待って25から30、ミニマムは薬草の方があれだけど、マックスはあれか。安定性を取ろうっぽいな。この回復量どうなわけ。こういう意味2回とか唱えないと無理か。やばいやばいやばい。でもう1回ホイミを唱えよう。ホイミホイミ攻撃だな。そうすると危険だ。ただホイミの回復量よりはダメージは食らわないんで、差額を回復できるっていう感じか。しかもかわしたし、そろそろ倒したいんだけどな。強いねドラゴン。ちなみにドラゴンって普通に敵で出てくるからね竜王の城とかでダースドラゴンとかさ、なんかドラゴンの上位バージョンとかも普通に敵で出てくるから。火の息20か。攻撃できるかなこれは。いやー強い。いや強いね。これはボス級のドラゴンか。普通の敵でこんな強くはないでしょう。やばいやばいやばい。ホイミ2連続でいかないと。マジックパワーはねかなりあるから
余裕はあると思うんだけど。オーケー。いや意外に強かった。予想してたより全然強いわ。950ポイントの経験値とかめちゃ持ってんな。力3、素早さ7、いいね。身の守りも3、ヒットポイント7、マジックパワー6、ルーラで、ちょっと一歩ずつ行かないとよくわかんない。いるね。若干アリーナに似てるね。敵が出てきた。こいつはメイダと一緒に暮らしてたのか。気持ち悪いよね。でも慣れるのかな、半年も一緒にいれば。ああ、私を助け出してくださる方がいらっしゃるなんて。私はラダトームの王女ローラと申します。もしあなたがおいでにならなければ、私はいずれ竜王の妻にとか。でもさ、結婚するにはさ、2人の署名が必要だからね。ああ、考えただけでも恐ろしいですわ。私をお城まで連れて帰ってくださいますのねと。あなたは、私、あなたはローラ姫を抱き上げた。さあ持って帰るか。いやー、姫様を抱きかかえながら戦闘しないといけないからね。これはきついぞ。一応これ左手で軽く持ってんのかな。右手は絶対剣持ってるもんね。ほらほらほら。で、左手にお姫様を抱えてるんだ。片手か。盾は使えないね。そうすると姫様を盾にするわけにはいかないからね。姫様ヒットポイントいくつあるんだろう。いやー、これ筋肉が絶対つるよ。まあ、最悪魔法だったらね。魔法ってどうやって使うんだろう。右手とかで、右手を前に差し出して魔法使うのかな。で、ちょっとルーラで戻ろう。すげー、お姫様超怖そう。うわーって。で、まあやりますよそりゃ。いや、やりますよって、そのやるとかじゃないんだけど、宿屋に泊まりますよ。それではごゆっくりお休みください。おはようございます。夕べはお楽しみでしたねって。お前覗いてたのかよ。ほんと悪趣味だな。では行ってらっしゃいませ。どこに泊まったのかなこいつ。泊まるとこなくね。ここは変なジジが寝てるしね。実は2階とか見えないところにあるのかな。あ、そう、預かり所でちょっと一旦いらないの預けましょう。じゃあ金じゃなくて、あ、引き出すじゃなくて。道具で、雨雲の杖はとりあえずいらないと。で、次行くところでちょっと妖精の笛が必要になるんで、これを回収しましょう。で、ちょっと一晩だけじゃあれなんで、もう一回寝よう。いや、若いからね。姫様とお別れする前にいっぱい楽しんでおきましょう。3円とかね、めっちゃ安いからね、ここのホテル。ホテルじゃないけどさ。しかも宿泊でしょ。宿泊で3円とか破格の値段だよな。そりゃ利用するよマジで。なんか言ってくる。いやいや、もしやそのお方はローラ姫様では。さあ早く王様のもとへ。確かに疲れるからねこいつ持ってると。こいつ寝てっけど、どうなのかな。ああ、ローラ姫様は一体どこに。悲しみのあまり、今日は姫様がまるでそこにいるようでって。で、じゃあとりあえず王様のところに行きますか。一応大臣は話しとく。おお、ミックス、素晴らしき勇者よ。この大臣ミックスのならきっとやってくれると思ってましたぞ。ちょっと重いんだよもう。よくぞ姫を助け出してくれた。心から礼を言うぞ。さあローラ、わしの隣へ。待ってくださいませ。ローラはミックス様に贈り物をしとうございます。ミックス様を愛する私の心、どうぞ受け取ってくださいまし。たとえ離れていても私の心はいつもあなたと共にありますわ。こいつ惚れんの早えな。まあそりゃ助け出してくれた人はそこで惚れるのか。王女の愛がありますね。あなたがレベルを上げるためにはあと1350ポイントの経験が必要です。なるほど。あれ、これってさ、なんか位置を教えてくれるやつじゃなかったっけ。外に出れば教えてくれるのかな。
なんかそのラダトーム城から何歩です何歩ですみたいなことを言ってくると思ったんだけど、ああ私のいるお城は北に1、西に0の方向です。ほー、まあ、とりあえず愛は持ってきますか。あ、そうだ、あと鍵を補充しようって言ってたんだ。補充できるときに補充しないと忘れるからね。じゃあちょっとまたあの詐欺扉を開けて鍵を買いに行くか。これ開けっぱなしにしとけよマジで。帰るだけ買おう。もうこいつにいくら貢いでんだよ本当に。マジ詐欺だよなあの親父。でとりあえず今度はね下を目指す感じですね。下って言ってもリムルダールの方じゃなくて左下の方かな、このマップ的に行くと。で新しいちょっと地へ行きましょう。太陽の石と雨雲の杖は手に入れたんで、あともう一つ印が必要ということなので、まあそれを求めに行きますと。でまた例によってレベル的には大丈夫かな、結構強いとは思うんだよね。ドラゴン戦は苦戦しましたけど。でここら辺の岩山の洞窟とかはもう全部無視してひたすら下へ下へ行きましょう。もうここら辺の敵も完全にただの雑魚でしょう。サソリとかね、ちょっと動物をいじめてるようでかわいそうだけど。で橋を越えたから敵が若干強くなるかな。影の騎士、影の騎士と狩猟の騎士ってどっちだったよ。ゴー油断するとめちゃくちゃ食らう。狩猟の騎士はさ剣持ってたけどさ、影の騎士は素手だったよね。でこっちの右のところにね町があるんですよ。あー狩猟の騎士、ここは骸骨の世界か。攻撃力は狩猟の騎士の方が弱いね。影の騎士は素手のくせにかなりのダメージを食らわせてくる。でこの町はねもうすでに滅んでるんですよ。まあ若干さらっと見て通過していきますか。いてで今は用はないんでとりあえず先へ進みましょう。これがドムドーラですね。ドムドーラの町はもう滅ぼされていると。おお明治キメラ回収の一撃、敵がかなり強敵になっている。狩猟の騎士は雑魚だね。2発で倒せるはず。で橋を越えるけど、これ敵って変わるんだっけ。こっからさらに強い敵が出てくるとなるとまた橋があるよ。キラリガントとか初だな。うおーさすがゲーこれやばい、またまたやばいパターンだよ。ホイミー、キラーリカントはさホイミー以上ダメージ与えてくるからね。けーマジかよ。眠る、寝ろ寝ろ、眠らせた。よしよしよし、これはもうちょっと攻撃あるのみだな。今のうちに倒す。いや強い、マジで強い、めちゃくちゃ強い割には割に合わねえなこいつら。いや自分が強くなったと思ったのも一瞬だけだったか。でどっちから行くんだこれ。こっちだっけ。あ、土俵の町があって、いやこれこっちじゃないかな、上かな、なんか変な迷路みたいな感じのところに行くと思ったんだけど。影の騎士は影の騎士でね攻撃力高いからね24とか。まあ影の騎士はただ2発で倒せる。もう1レベル上がってくんないかな、結構きついんだけど。マジックパワーがなくなったらあれだから、ルーラーは1か。でも最悪ルーラーで買えないとね。あそうそうそう、ここここここ、
ラーリカントはねやばい。これは回復してる暇はない。3発で倒す。会心の一撃。あぶね、キラーリカントマジ強い。でヒットポイントをちょっと全開にして回復してばっかだな。一応全開にしよう。よし。でここに入ろうとすると敵が出るんですよ。でそれがゴーレム。でゴーレムは妖精の笛で眠らせることができると。ゴーレムは眠ってる。ゴーレムが寝るってどういうことなの？であとはひたすらぶん殴ると。で起きたらまた妖精の笛ですね。てかさ、妖精の笛結構長かったよね。この音楽2回目から省略してくんないかな。毎回毎回これ同じ曲をさ、この主人公は吹いているのか。あとはなるべく早っ。めんどくさいんだよこれ。もう妖精の笛を毎回毎回使うのが、もういい加減ずっと寝ててくれ。永遠の眠りに俺が導いてやる。ほら覚ましたとか。ちょっと1ターンで起きるのは早すぎだよ。まあ1ターンっていうか実質2回分なんだけどね。自分の方が攻撃早いんで。でこれで眠って1回攻撃が終わるでしょ。で寝てる。いいねいいね。はいや、これさ攻撃どんくらい食らうの。ちょっとやってみようか。倒した。攻撃を食らう前に倒した。2500とか経験値すげえな。力8、素早さ6、身の守り3。これレベルがさ1上がるごとにめちゃ強くなるんだけど、レベルを上げることは大切だな。城塞都市メルキド。ゴーレムについては何も言ってこないね。こいつ話したかったけど、よし。いらない。ここは何箇所かね、その店があるんで。こいつは何か言ってくる。竜王の爪は鉄を引き裂き、そして吐き出す炎は岩をも溶かすという。それでも行くのか。行かねえよ。それがいい。誰もお前を臆病とは言わないだろう。うん、さよなら。守りの種使おう。どんどん使ってこう。こういうのは守りの種はあれなんだね、一律で増えていくんだ。俺が聞いた話ではロトの鎧は人から人へ、ユキノフという男の手に渡ったらしい。はあ、ユキノフ、すげえなんか平凡的な名前なのかどうなのか。ここは預かり所か。でこいつら、毎度今日は団子が、大根か、大根が安いよ。大根には用はなさそうだね。道具屋、竜の鱗が売ってるけどいらないからな。ろくなもん売ってないな。今日の夜のおかず、大変だね主婦さんは。もし魔物たちが襲ってきたら危ないから、この町は砦の中に作られているのよ。まあ、ゴーレムは多分ここの町の守護者的な役割だったと思うんだけど、俺がぶっ倒しちゃったからね。聖水はちょっとほっとこう。武器と防具、炎の剣じゃないね、鋼の剣、魔法の槍、炎の剣とかどっかで売ってなかったっけ。絶対メルキドにあると思うんだけどな。魔物たちに襲われて亡くなった方々、なんか怒ってない？邪魔よ邪魔。あんた、俺はねそんなお祈りよりなんか物がないか、なんもないね。昔うちのじいさんがよく言ってたんです。友達のユキノフさんが何かすごい宝を自分の店に裏の木に埋めたらしいと。一体それが何だったのか私も探したんですが、外は危ないしね。埋めたってなんだよ。鎧を埋めたのか。これちょっと開けよう。たったここ。武器と防具、ここか。炎の剣と御鏡の盾。うわめっちゃ高えわ。最強の白銀の盾、何回でも使える。
そう、これ最強のね盾はね売ってるんですよ道具として使うとみたいな感じになってるけど、プラス8で9800円か。とにかく金が全然足んないね全く足らんわ。かつてこの世界が闇に包まれた時、一人の男が空から落ちてきたそうだ。その男こそが勇者ロト。もしこの話が本当ならロトは神様の申し子だったのかもしれんな。でここに何しに来たのかっていうと、とりあえずここら辺が入れるんで、ばあさんに一回話そう。ここに扉があるけど、ちょっと先にばあさんに話してみましょう。そなたが印を求めるならこの南の神殿に住む長老を訪ねるがよい。南に住んでるんだこれ。であとはちょっと体力気をつかないと。73、2つ開け散ったよ。え、結構減るね。13くらい減る。恋を唱えながら行くか。あ、これ多分魔法の鎧で回復分も入ってるからもうちょっと減るんだな、本当だったら。なんでこいつこんなとこに住んでんだよ本当に。勇者のため祈りましょう。光がいつもそなたと共にありますよう。行きなされ、そして探すのです。ラダトームの城まで北に70、西に40を刻むその場所を。はあ、北に70、西に40っていう場所ですねってまあもう知ってるんだけど、ちょっともうちょっと歩けるかな。めんどくさいな、この長老さ。どうやってここ来たんだよ本当に。誰も寄せつけないよね、あとここだったら長老のとこに誰も行けないっていう。このダメージゾーンってさ、どういう仕組みなの。何なのこのダメージゾーンって。とりあえず宿屋に寝よう。でさっきのラダトームまで北に70、西に20ってことですね。でここでローラの愛がね役に立つんですよ。ちなみに今ここで使ってみると、王女の愛か、北に58、西に28ってことは、もっと南に行かなきゃいけないってことですね。でこっから下に行っても山があるんで、もっと南に行こうとするとちょっとさっきこっちじゃないなみたいなことを言ったところがあるんで、レベルが上がって身の守りも上がってるけど食らうダメージがあんま変わってねえな。やはり三日神の盾を取らないとダメか。でこいつ155円か。またちょっと金儲けのためにバイトしないとダメかな。ゴールドマンをね、おお鎧の騎士とか強そうだ。25、会心の一撃、割りかし出るね会心の一撃。これ常にヒットポイントはマックスに保っておかないとかなり厳しいな。影の騎士、こいつも2発で倒せるといえば倒せるけど20以上のダメージを食らうからね。そろそろこうベホイミを覚えてもらわないと厳しいな。でただ移動系はここ多分トヘロスなんだよね下で、その後ベホイミだからまだもうちょっとかかるかな。でここの毒の沼地にスターキメラ、キメラのスターバージョンか。こいつも強そうだ。火の息3発で倒せるね。ただそれなりにお金は持ってるのか。でこれ調べるっていうのがないけどさ、どうやって調べんの。宝女の愛、ここら辺で使うと北に70、西に38ってことはもう2歩か。ここ、おお、びっくりマークが出た。でロトの印を見つけたと。でここはねもうこれで用はないっちゃ用はないんですよね。用はないっちゃ用はないんだけど、ドムドーラとか行けるかな。歩いていく、いやラダトームから歩いていくのとこっから歩いていくのはどうなの。
ヤナトームから、いやちょっとレベル上げも兼ねてこっから歩いていこう。レベル1は上がりそうだからね。こいつらぶっ倒しながら行けば。で次のレベルまでいくつかっていうのも見て、もう絶対無理だって思ったらラダトームから歩くか。っていうかさ、ホイミの分がなくなるね。レベルが上がったら一回ラダトームに戻るか。でここら辺だったかな、メタルスライムがね出てくるはずなんですけど、ただメタルスライムは倒すのがかなりきついんで、一回かわされてるからな。しかも影の騎士に明治キメラ会心の一撃、これは一発でしょう。で魔法の鎧が7000円くらいで売ってたってことは、多分3500円くらいで売れるんで、それを加味したとしても満単位の金が必要だからね。やっぱり厳しいな、常に金欠勇者だかんな。これはこっちから、どっちからと、おお来た来た来た、メタルスライム、オーラン与えられない、オーラン1逃げた、いなくなった、寂しすぎる。これどんくらいもらえたっけ、メタルスライム倒すと。こういう時に会心の一撃が出るんだよな。よしレベルアップ、レベルが上がればかなり強くなるはず。7いいね、8482トヘロス、いやすげえわ、マジで1レベル上がるだけでめちゃ強くなるわ。じゃこれ2とか3上がったらさ、相当強くなるよね。ほら影の騎士32ポイントとか、30代のダメージを与えられるようになってきたな。さあそしてこのドムドーラへ行きましょう。でなんか店の裏の木に埋めたみたいな感じを言ってたけど、どこだっけそもそもこいつか、悪魔の騎士が出てくるんだよね。こいつラリフォー効くのかな。いや盾と斧持ってるよ、30とかさ、尋常じゃない強さなの。しかもラリフォーむしろ唱えてくるし、向こうが、いやこれ無理だな。あ倒した、ヒットポイントは意外に低かったか、よかったよかった。ただその代わり経験値とかも全然持ってないね。悪魔の騎士とかもさ、後の方の竜王の城とかで普通に敵として出てきた気がするんだけど、どこだ、あこれか、ロトの鎧を見つけた、やったぜまあ何か捨てよう。タイムマッチ、本当は王女の愛とかいんないんだけどね、それを捨てるなんてとんでもない。いやいらねえわマジ、王女の愛とか。タイムマッチ捨てるかこれでロトの鎧、まあ、ちょい上がるね。そんな爆発的な強さはないな。鉄の盾終わりと。よし。で、こっからルーラは唱えられるのかな？で、さらに、リブルダールへ行きましょう。もうトヘロスを使って、ルーラがね、こう、城にしか帰れないっていうところがちょっと痛いですよね。ただトヘロスを覚えたんで、ここら辺のモンスターは楽勝に消せますね。で洞窟の中はさすがにトヘロスは行かないと思った。だトヘロスってあれ、あそうか、ロトの鎧を装備してるから沼地のダメージを食らわないんだ。この中はトヘロス効かないね、まあ、ダンジョンの中でトヘロス効かないっていうのはもう恒例なんでしょうがないんですけど、さすがにねここまで敵が出ないってなると、ただ歩くだけのゲームになっちゃうからね。
で、ここら辺からちょっと、ゴールドマンがね、出てくる可能性があるんで、ゴールドマンがね、めちゃ金持ちなんですよ、本当に。10倍以上の金を持ってるからね、鉄サソリの650円とかだったかな。1回倒すだけで。来た来た来た、ゴールドマン。で、ただゴールドマンはね、結構ヒットポイントが高い。今70いくつ与えても倒せなかったから。で、経験値は全然持ってないんですよ。6ポイントしか持ってないんで。ただ金を650円持ってると、もうひたすらゴールドマン狩りをして金を貯める。てかゴールドマンそのものの素材をさ、売った方がいいよね。あれ、でこれ絶対金ピカだもんね。しかもゴールドマンってめちゃでかいじゃん、どう見ても。ゴールドマンの死体をさ、そのまま売った方がさ、絶対金になると思うんだけど。もう持って帰れないのか。で、ここの祠に行って、それはロトの印、再びこの地に勇者が現れたか。ミックスよ、雨と太陽が合わさるとき虹の橋ができる。行くがよい、そして探すがよい。あれ、なんだっけ、探すがよいってどういうこと、持ってくるんだっけ。忘れたわ、ちょっと回、せっかくここまで来たけど。全部持ってくるんだっけ。とりあえず預けてあるのをじゃあ引き出すか。ちょっくら無駄足になったね。預かり所ってどこにあるの、町の方か。で、じゃあ魔法の鎧は売っちゃおう、もういらないんで。魔法の鎧3850円で売れるのか。よしよしよし、これで1万円になったね。炎の剣っていくらだっけ。王女の印とか妖精の笛はいらないんで、これは預けていきましょう。じゃあすぐ金に行くな。道具で、妖精の笛いらない。王女の愛もいらない。あとは引き出すで、っていうか連打しちゃうね。雨雲の杖と太陽の石で、さっきのじいさんの祠に行きましょう。じゃあこれはちょっとサクッと行っちゃいます。はい、じゃあじいさんのとこに来たんで、これで大丈夫なはず。偉大なる勇者ロトの血を引く者よ、今こそ雨と太陽が合わさる時じゃ。さあ雨雲の杖と太陽の石を。あれ、ロトの印ってなんだっけ。なんか話に出てこなくね。でもまあ3つ集めろって言ってたからね。さあ祭壇に進み、虹の雫を持っていくがよい。え、今までのやつどこ行ったの。あれ、ロトの印ある。まあいいか、虹の雫を見つけた。ここにはもう用はないはず、さあ行くのじゃ。そう、これで竜王の城に行くことができますと。じゃあ一応橋は架けますか、せっかく手に入れたんで。で、あと竜王のね、城もね、敵がね、確か強かったはずで、わりかしね、こういうやつらでも今は大丈夫か。こいつだったら悪魔の騎士みたいなのが出てきたらかなり苦戦しそうだからね。三日の盾とね、炎の剣は持っていきたいんだけど、金がいかんせん足りないで。炎の剣はでもね、最悪ロトの剣が手に入るから、まあ買わないでおいたとしても、盾はね、もう三日の盾が最強の盾なんで、買わざるを得ないんですよ、最強装備にするためには。で、ここがギラとか機関はもう、生
けなくなってるので、ここで虹の雫を使いましょう。で橋がかかったので、あっちの竜王の城ですねに行くことができますと、いうところで、じゃあちょっとお城に帰って、この先はね次回やっていこうと思います。とりあえずバイトとかをして、炎の剣は買わないまでもちょっと御鏡の盾は買っておきたいかなと、思いますので、じゃあ次回は御鏡の盾を買って、竜王の城に行きましょうというところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。